いいですか、今の話とはまた別のことで、今聞いてて分かったことで、分かりました、安全委員会の、マドラムさんでも大丈夫ですけど、指導してほしいんです。何をして指導してほしいかというと、安全委員会としては20ミリシーベルトの言葉を浴びていいなんて言ってないと、認めてないと言ってるでしょ。ところが、その安全委員会の中野監督が委員になっているですね、山下都知事さんとか、神谷健一さんとか、徳島にするアドバイザーが、100ミリシーベルトで問題ないって言い続けてるんだよ。これ、すごくないです。あんたら何勉強してたって。県民に向かって言い続けてますよ。それ答えてもらいましょう。どうなんですか。事実関係をよく知らないんですけど、事実なら指導してくださいますよね。もしそういった事実があれば、ちょっとしっかり対応させていただきたいと思います。ということで、ご記念点は今の非常に重要なんで必ずやっていただきます。それとさっきから聞いてて、20ミリシーベルトでも安全だと言った専門家の名前出てきましたっけ。じゃあ誰も日本の専門家は安全だとは言ってないということでいいんですか。原子力安全委員会の検討におきましては、子どもが年間20ミリシーベルトを浴びるということを許容したものは誰もおりません。はい、環境の汚染の濃度のマイクロシーベルトが100マイクロシーベルトパーアワーを超さなければ全く健康に影響を及ぼしません。ですから、もう5とか10とか20とかいうレベルで外に出ていいかどうかということは明確です。昨日、岩木市で答えられました。今、岩木市で外で遊んでいいですか。あ、どんどん遊んでいいって答えました。福島も同じです。心配することはありません。